はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ヤングナシ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。自民党の内閣部会で LGBT 法に賛成し、登壇もして発言してた古谷議員、新藤議員、ほか賛成した稲田議員、田村憲久議員、橋本武史議員、石田正弘議員は一般社団法人 LGBT 理解増進会の顧問だった。そのものズバリだな。 LGBT 理解増進法をやってるわけであって、まあまあこういう一般社団法人があんだって、そこの顧問に名前つられておりました一般反応です。デキレースが可視化、部会はただのアリバイ作り、与党が民主主義の否定、エセ保守の公金集中、新たな公金集中が開始、そして税金はどんどん上がる、バリバリ利害関係者が法案作成や審議に関わるのって大問題、これコラボの構図と一緒だな。バリバリのあのコラボとか若草とかの連中が有識者会議に潜り込んでですね、好き勝手言うっていうあれと構図が一緒であります。顧問をしてる人が部会員っておかしくね。稲田議員はコオロギだってみんな知ってたけど、新藤議員はさすがにショックと、新藤議員って評価高かったみたいなんですけどね、自分のあの儲けにはそんなの関係ねえっつってあれなのか、LGBT 法ができるとですね、 LGBT 理解増進事業っていうのが始まりますよね。そうするとあの教会が出してるですね、そうだったのか LGBT という本が教科書として全国の自治体に何万部も配られるようになるんじゃないか。編纂に名前があるですね、古谷議員の懐も潤う、整うというものでして、さらに税金でですね、LGBT 理解増進講演会やら、勉強会やらがですね、解散されて、教会は講師派遣で儲かっちゃう、古谷議員なんかも各地で引っ張りだこになっちゃう、まさにですね、あのバリバリのコラボ案件、だったみたいであります。稲田議員、総理の指示って言ってましたから、多分岸田総理も大いに潤っちゃうんでしょうね、整っちゃうんでしょうね。全国の自治体にですね、本の配布と講演会勉強会の開催を義務付ければですね、大金が動くってもんでしてね、仕方なく、まあ、あの豊島区なんかも、そういう勉強会やら講演会やらやんねくちゃなんねえわなーっていうふうになりまして、また税金が出ていくと、部会開いても多数決を潰す自民党はですね、もう自由でも民主でもないから、もう名前変えたら自由民主党って利権党とか中中党とかに変えたらどう、もともと腐ってた自民党の不臭をですね、安倍総理が漏れ出るのを抑えてたって感じでしょうかね。今はそれがですね、盛大に漏れ出して鼻もげそうっていう事態。さらに総裁候補でもある茂木幹事長、こんなことを言ってました。多様性のある多民族社会を目指し、なんだそりゃ、外国人参政権を推進したい。誰得だよ、ダメだこりゃって話なんですけど、一般反応です。茂木だけはない、当分岸田政権続くと思うぞ。この人が総理になったら最悪、性格悪い、政策悪い、悪人面、あんまり賢くない印象っていうか、あのバカですよね。なんかうざい昭和の異物の特徴が前面に出すぎ。67歳だって、茂木幹事長67歳、こんなに情弱でいいのかな。67歳、中国に日本を明け渡すつもり、悪名は高い、分かりやすい売国奴政策、人の上に立つ人の性格じゃない。この人の性格の悪さと政治センスのなさは多くの国民が知っているところ。いや、性格って顔に出ますよね。面白いように年々年々
悪党面になってくんな、こっそりあの多民族社会なんて目指していたとは、日本は超個体を信じる私としては断固反対ですね。日本を日本じゃなくして何の得が誰が得がん、憲法全文のですね、政治の権威は国民に由来しに真っ向反してんですけど、何言ってんでしょうねこの人、バカなのかな、アメリカにかぶれてんのかな。多様性のある多民族社会を目指して、それやって誰が得なん、そういう社会のアメリカはですね、散々日本を羨ましがってるの知らないのかな、でバカ条約な。この人どっかあのアメリカの大学かなんか出てるんですよね。で、かぶれちゃってんのかな。ああいう社会がいい社会みたいなね。本人たちは、日本のこと羨ましがってるのに、これはあの LGBT の当事者、ご本人たちが、散々ね、あの LGBT 法に反対してるっていうのと似てますね。こんなやつはあの総理になったら大変ですよ。直前の前の総裁選は岸田、河野、高市で争われて、まああの野田聖子なんていうのも、全然票取れなかったけど、いましたけど、茂木は名前すら出てこなかったのが救いでしょうかね。人望ゼロで20人の推薦人集められなかったんじゃないか。エリ・アルフィアの応援に真っ先にですね、行ってですね、ゴリ押ししてたのも、これか、多民族社会目指して。そのエリ・アルフィア、LGBT の困った人がいるなら、助けを求める人がいるなら、手を差し伸べる、そんな思いやりの精神こと、大和魂であり、私たちが紡いできた国柄というものだと私は思います。私たち、お前紡いでねえじゃん。つい最近まで中国人だったくせに、何言ってんだこの人。一般犯人、お前は大和魂関係ないや。お前は大和魂語るなよ。中国人が語る大和魂、利権に醜く群がる新人、まあ、LGBT に群がってんだろうなこいつもな。じゃあお前が金出して助ける、そんなこと言うために議員になったのか。なんでこんなにも上から目線。古来より修道というのがあってだな。じゃあ自称女のおっさんと風呂入ってこいや。大和魂という言葉を利用する中国共産党員、すげえなーって、自分と一切関係ないのに大和魂を振りかざす外国人、私たちが紡いできた、お前一個も紡いでねえじゃん、つい最近まで中国共産党員だったんだからさ、何言ってんの、嘘つき、嘘つくんじゃない、このぐらいバカじゃないと中国共産党員はやってらんないんですかね。自民党が壊れるじゃなくてとっくに壊れてたと、最近あの不臭で鼻がもげそう、いうのが今の自民党だと思いますけれども、小沢も鳩山も元自民だし、むしろ今まで壊れてないことなかったんじゃねえの。匂いが漏れててなかっただけで、安倍政権の時も壊れてたんじゃねえの、ずっと腐って。まあ、あの安倍総理が選挙強くてですね、抑え込んでたけれども、なんせあの本体が腐ってるもんだから、思うように入管法改正できなかったとか、そういうことなのかなと思いますけれども、今でも2階なんていう妖怪も生息してるしね。エリは危険です。3期12年もやったら、衆議院議員やったら次は大臣っていう目が出てきます。そしてあの12年なんかあっという間ですよ。千葉5区は野党議員1人増やしてもしょうがない、仕方ないで、エリをですね、比例復活できないぐらいの得票数で落選させるべき。その方が子孫に害が少ないと私思います。対立候補に立憲なり国民なり維新なりが立ったら、その人にあの票集中すべき。惜敗率っていうので、あの当選した人の何パーセント取れた、まああの届かなかったけれども 80%、90% 取れたっていうと、まあまあ、 あの比例復活しちゃう可能性が高いです。まあ、 あの半分も取れなかったら 50% 以下だとなんて言うと、あの復活できないですからね。ではなんで自民党がこんなに腐ってて匂ってても与党でいられるのかって話なんですけど、まあ、 あの選挙システムがおかしいっていうのと、他がもっとひどいから、これに尽きるんじゃないか。でなんで他はもっとひどいのかっていうと、答えはテレビが徹底的にかばうから、あじゃないか。テレビ見ない人が年々増えてですね、かばってもかばってもかばいきれないから支持率下落が止まらないんですけどね。あとあの高齢化による信者の自然減少と、その自民よりもっとひどい立憲共産社民が合同で、わかりやすいな、
外国人犯罪者強制送還反対法案を国会提出。って犯罪者送還しない国なんかあんの？ある？ありますか？わかんないですけど、一般反応です。犯罪者の味方立憲共産党。立憲が外国人犯罪者に味方するのはなんで？相変わらず日本人のためには働かないな。お前らが難民制度を悪用しまくった結果だろうが、犯罪して送還されないってどこの世界？更生って日本人のことで外国人のは聞いたことない。送還じゃなくてアメリカみたく追放で OK、 港に置いてこい、という意見。じゃあ、外国人の犯罪者を日本がずっと買ってるっていうの、そんな国ある？私ないと思いますけど、相変わらず外国人のためには一生懸命働きますね。なんでだろう。答えは日本人じゃないからですね。立憲も共産も社民も日本人じゃないからですね。けど有権者の大部分は日本人なんだから、日本人なんだから、なんで有権者のために働かないんだっていう謎がとってもね。日本人のためになる法案提出したことないでしょこいつら。多分外国人のためになる法案は提出してもさ。そういえば公明党なんですけど、地方参政権、外国人地方参政権の法案、26回提出してるんだってね。公明党が一番熱心。ここもですね、外国人のためには一生懸命やっとこだなと思いますけど、こんなんだからひどい自民が与党でいられんですよ。こいつら早く消滅してくんないかな。本当に心の底から思います。こいつらが消滅するためにはテレビがもっともっとね力を失ってね、ですんで皆様周りの方々にテレビ捨てると健康になるとか、テレビ捨てると情緒が安定するとか、テレビの電磁波で脳の老化が早まるとか、まあ嘘なんですけど、あ本当かもしんねえな。長年テレビ見てテレビって結構電磁波出しますんで、浴びてると何らかの影響はあるかもしれない、ないかもしれないまああやふやなんですけど、周りの方々にですねテレビ捨てろって進めていただけないでしょうか。子孫のために、子孫のためにね。というわけで6月11日 NHK ネット聴取反対デモを行う予定であります。まだ正式な手続きまだなんですけれども、公演集合場所を押さえたんでほぼ行うことになる。私がそれまでに死んじゃったりしなければ、ほぼ行うことになりますんで、皆様6月11日何卒何卒ご参集ください。このままでいくとスマホ持ってるだけで受信料 NHK に横取りっていうか横領っていうか、なんつうんだろうな、されちゃうのは、押収されちゃうのは、まあ規定路線ですね。もう嫌だ、そんなの嫌だ、牽制、かましときましょう。皆様よろしくお願いします。デトックスジャパン。